で、まあ、このアンデスに実際に、まあ、やり始めてからもう8年になるんですけども、でこのアンデスをどうしてもですねやっぱり本場を聞きたいということで4年前に実はアルゼンチンの国際学会で講演を頼まれた時にですね、この先生が一緒に行ってくれましてですね、で、ペルーまで、ペルーのリマというところまで22時間かかってきます。そしてそれから1時間40分かけてですね、クスコというところまで3400メートルまで飛行機を飛んで、でそれから先ほど1時間40分かけて車で田んぼの中の田んぼという駅に行きました。それから汽車に乗って1時間40分かけてやっとマチュピチュ村まで来る。でそこで体を慣らさないと笛を吹けないんですね。で酸素が薄いから、で一晩泊まってそれから40分かけてやっとマチュピチュ村に行きます。でそこで3時間半ずっとマチュピチュを回る。後でスライドでお見せしますけども、本当にマチュピチュはもう目の前で見てきましたね。それでその後今度一緒にクスコに戻って、それからクスコで音楽演奏を2人でやるんですけども、そしたら完全に音が出るんですね。だから、まあ、いわゆるこの純化って言うんですけども、まあ、ヒモグリンが少し増えてですね、薄い酸素の中でも吹けるようになるということが分かりました。まあ、そういう難行苦行のところがマチュピチュであります。まあ、そういう中で2人で、この音楽をなんとか大分県の人たちにも、まあ、知ってもらおうということで時々こうやって演奏活動をやっております。今日はちょうどいい機会だったのですね、今からペルーの曲を中心にさせていただきたいと思います。最初はですね、神のジャマスというところです。先ほど展示にありましたリャマという動物があるんですね。ラクダの一種ですけど、この ラクダがこう通って物を運んでいく道のことをリャマの道、向こうではジャマスと呼んだそうです。ペルー語ではですね、その音楽をやります。はい。
ペルの曲はもう本当に悲しい曲から楽しい曲から非常に種類が多いんですけども、この次はちょっと悲しい曲なんですけどね、ジャケルナ、悲しい人という曲で、彼らの喋ってるケチャ語はですね、我々日本語とそっくりです。モンゴリアンですから。で、お父さんのことを父、お母さんのことをカカと言います。で、父カカ子というのはお父さんお母さんのみで、田んぼのことは田んぼと言います。で、本当に我々はそっくりです。で、顔もですね、そっくりで、そっくりの人がどっかにおるんですけど、この後ろの方でアップのところだって、この顔です。この顔がペルーのマチュピッチュの顔ですね。ケチャゴの顔です。で、本当に日本人とそっくりでありますですね。こっちはスペイン占領者です。スペイン血が、お父さんの血が半分、スペイン系が入ってますかね。先ほどありましたように、スペインを占拠してくるんですね。で、インカ帝国を滅びる。こっちは半分は、現地人の顔ですね。はい、そういうことで、悲しい人というジャッケルなんです。演歌風の曲もありますけども、なかなか少し賑やかな曲もいろいろございます。で、今度はですね、ソンコンナというあれで、インディオの心という、典型的なですね、ペルーの曲です。そういう気持ちもあるかもしれません。次はコチャバンバで、ペルー、インカ帝国というのは5つの国からできてるんですね。で、首都がクスコというところで、3400メートルぐらいです。で、そこを中心に
マチュピチュとかいろいろあるんですけども、さらにその周りの周辺を一気に帝国にしたんですよ。わずか100年も経たない国なんですね。それで、アルゼンチンですね、チリ、ペルー、エクアドル、ボリビア、もう全部インカ帝国、そこに書いてある通りですね。そのボリビアにもたくさんのいろいろな楽器もありますし、また音楽もあります。今日はそのボリビアの方の都市の3番目ですね、コチャパンパということです。都市の名前、現地でもそうしてます。そういう有名なお祭りの曲ですね。コンドルの神殿ってありましてね、もうコンドルはものすごくその尊敬されてるんですね。日本ではちょっと怖いイメージありますけど、向こうでは神様の使い、至る所にコンドルのマークがあります。
あの最後にですねソロで、先生が灰色の瞳です。ちょっとこれはあのいかにもアンデスらしい、中南米らしい曲です。以上でですね、あのアンデスの曲は終わりたいと思います。本当にあのこのアンデス展もやっておりますが、もう一回ですね、あの4月にやるようになっておりますので、その時は音楽だけでやるように。その時はあの我々の笛の元になった人よぎりというですね、前の両宅の笛も中津から持ってきて一緒に吹いてみようと思います。で、どのように日本の笛にどんなに似てるか、でどこが違うかというのをよくお分かりになると思いますし、また日本人と非常に似たような人たちで物の考え方、今からちょっとお話しますけれども、宗教とかいろんな点でもほとんど日本人とそっくりなところがあります。まあ本当に不思議な人たちですね。だからアンデスというのは、まあ、日本人が非常にたくさん行ってるわけですね、マチュピチュにね。その行く理由もよくわかります。ただ、非常に難行苦行です。行くまで3日2晩ぐらいかかりますからですね。ちょっと大変だと思いますけども。もう私の今から講演をいたしますんで、それだけではなくて、アンデスの人たちがいかに元気長寿で長生きしているかという、それに加えて日本人は寝たきり長寿がいかに多いかという話を今からいたします。で、アンデスの食べ物というのは素晴らしいものがあってですね、実は私も今アンデス料理を食べてきてるわけですね。で、何を食べてるか今からそのお話をいたします。で、うちの母親は102歳まで行きました、ね、アンデスの人たちは100歳以上がもうゴロゴロ普通におるわけですね。しかも寝たきりがほとんどいない。なんでこういうことになっちゃったのかというような話をですね、今からちょっと準備してからいたしたいと思います。アンデスの元気長寿食ですね。どうしたらアンチエイジング、どうしたら元気長寿に全うできるか、寝たきり長寿にならないで済むか、ボケないで済むかというような話をですね、ちょっと交えてお話をいたしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。